ローソンをですね、えー、KDDI が50%、まあ、オーナーの三菱商事が50%、えー、TOB をしてですね、えー、非公開化するというニュースがやってまいりました、えー。そもそもですね、ローソンというのは大英ローソン。で、大英がですね、ローソンというアメリカのコンビニの半券というか、マスターフランチャイジーですかね、を買って、権利を買って、えー、展開したのが始まりなんですけれども、大英のですね、えー、契約化に伴って、 三菱商事が子会社化して、えー、上場維持しながらですね、えー、展開をしていったんですけれども1位のセブンイレブンに投稿を呼ばず最近はですね伊藤忠商事が100%子会社化というか、えー、T.O.B して非公開化したですねファミリーマート私もあのワギーマフィアでですねペヤングとかウルトラカリックポテトチップスとかウルトラハイボールとこういったところでコラボレーションさせていただいているファミリーマートにも抜かれて今業界3位ということでですね総合商社が伊藤忠商事のようにですねバイ、えー 回収して経営再建というか経営を良くしていくということがなかなかできなかったという背景があります。そこにですね、KDDI が乗り込んできた理由。これはですね、ドコモもソフトバンクも楽天もそうですけれども、国内の免許を、国内の携帯電話の免許を持って、日本にしか展開できない会社なんですね。ドコモもソフトバンクも KDDI も楽天も。 ということで携帯電話の普及率が頭打ちになったということでとてもじゃないですけれどもこれ以上はですね、えー、無理だなと大幅にそのユーザーを、えー、これから携帯電話のお客さんを増やしていくというのはなかなか現実的ではないので各社金融業であったり小売だったりとかですねそういったところにどんどん EC だったりですねそういったところに進出していってまあ、携帯電話の決済機能なんかもですね利用して金融だったり EC だったり小売だったりのビジネスに展開し ししてていいこうというととのが流れとしてはある逆に楽天はですね楽天市場だったりとかですね、楽天証券、楽天銀行、こういった楽天カードとかですね、金融 EC が得意なところにですね、国内キャリアの、まあ、事業免許を取得して、楽天経済圏を広めていくというような流れを考えているわけですね。ソフトバンクは、ペイペイだったりですね、LINE だったり、ZOZO タウンだったりですね、そういった事業を展開している。それ以外にもですね、証券なんかも あ証券の方で言うと ntt ドコモはですねマ、まあ、ネックス証券を子会社化したりとかですねそういったこともやってるということでその中の流れの一環なんじゃないかなというふうに思いますただですねが50%出資したりしたとしてもですね業績が思うように伸びるというふうにはなかなか僕は考えづらいんじゃないかなというふうに思っております、えー、というわけでですね、えー まあ、うまくいく可能性は五分五分なのかなっていう、数年後にはもしかしたら株売却しちゃってしまってるかもしれないな。ただ、KDDI もですね、伸びしろっていうのはあ、なかなか他には考えづらいのでですね、また同じように、いい ま、買える会社があったら、まあ、数千億単位で、え、買える会社があればですね、買収したいというのが本音なんじゃないかなというふうに思っております。なので、めちゃくちゃ積極的かどうかっていうと、微妙かなというふうに思っておりますので、え今回ですね、ローソンの件は、どこもとのね、つながりとか、決済もどうすんだ、どこも決済もそのまま継続するのかとかですね、ペイペイもやるのかとか、いろいろあると思いますけれども、当面はね、決済はやってくるとは思いますけれども、ポイントだったりとか、AC との連動だったりとか、 そういったところがどうなるのか気になるところではあります。ということで、いってらっしゃい